晴らしい才能に恵まれていた。ルヴェンは正気ではなく、道理は失われ、何かに対する復讐心、唯一からの動機となった。やがて拷問やトラップといった悪趣味が浮き彫りになった。彼の意向は我々と相入れないものになったが、彼は妥協を拒んだ。システム再起動まで開通できません。お待たせしました。彼の攻撃的な態度は増し、研究方法も屈折しつつある。ダヴィンチは解剖学のために死体を解剖したが、ルヴェンのやっていることは次元が違う。被験者に意識があるままで解剖し、脳の反応を研究しているのだ。知性的アーティストというより考えなしの解体屋のようだ。我々は科学者でなければならない。彼が若い頃、目的には手段を選ばないと教えたのは確かだが、ここまで度が過ぎるとは思いもしなかった。不注意により彼の関与をメビウスが知ってしまった。彼を私の助手として研究に参加させられないか上に要請した。ここの素晴らしい施設と支援があれば、あの恐ろしい振る舞いに歯止めをかけられるかもしれない。この機械は自分のために作られた。お前らは俺から全てを奪い化け物にした。この機械があれば人生を取り戻せる。本来あるべき姿の人生を。我々も寛容だ。君の得意性には多少は目をつむれるが、それには限界が来ている。我々のマンパワーとリソースを君のくだらない研究のために使われては困る。君がいなくても装置が完全に使えるように戻してもらう。嫌だと言ったら、ヒメネスが治せると思うか。俺がいなければ何もかも無駄になる。ルビク、いやルヴェンはメビウスと組んで実験していたんだわ。私たちはただ彼を利用していた。きっと彼だけじゃない。出られないわ。
うわね。これで一息つけるわ。止まった。感情的になっては困る。これは自業自得だ。チャンスは与えた。彼はどこだ？どうしてもというのなら、彼は隣の部屋にいる。さあ、ついてくるがいい。研究のために患者を利用している男からの言葉と思えない。実に皮肉だ。君もこの可能性について気づいているはずだ。これでステムが波動する。研究も継続できる。そして君の力も今まで以上に必要になるということだ。この計画は初めから仕組まれたものだった。
ベンが彼の驚愕の姿を私はこの目で見てしまった。自分が指導してきたあの青年が今は脳だけが試験管の中に浮いている。連中は初めからこれを計画していたのだろうか。私はなんてことをしてしまったのだ。連中は人工的に脳を刺激し続けることでルヴェンの脳を生かしている。彼の意識は精神的な拘束器に縛られた機械の歯車となってしまった。名前も人間性をも奪われ、ルビックというコードネームで呼ばれている。彼の墓に唾を吐くような下品なジョークだ。あのガラス容器を壊して全てに終止符を打ってしまおうかという感情に駆られたが、その怒りはすぐに科学者としての好奇心で上書きされた。ルヴェンの遺産は生き続ける。そして次なるステップは私自身に託され、この悲劇を私自身の成果につなげてみせる。ここにあるのはステムのプロトタイプの一つだ。ユーザーとホストの物理的な接続が不可欠だが、ビーコンではすでに非接触型の最新モデルが存在する。ユーザーは高音の音が聞こえるだけでホストにつながる。現在ヒメネスが独自にテストの準備を進めているようだが、あくまでもこちらの条件でテストをした。あの時車の中で聞こえてきた音はヒメネスがシステムを起動した時の音。ジョセフ・セバスチャン・オスカーもあの時。全てはビーコン精神病院にあるステムから始まったのね。この世界から抜け出す方法がある。表には出してはならないことがある。君の任務は特に命令を無視し嗅ぎ回っているが、なすべきことから目を背け逃げ出してばかりだ。それは誤解です。私を知らないだけ。そうかもしれん。だが我々の指示には従ってもらう。メビウスは何か隠している。あなたを信用できない。このままでは。君の信用など求めていない。従順であればいい。